さあ、それじゃあカップヘッドの続きやっていきたいと思います。さあ、前回はこの霊廟スルーしたとこで終わったから、まず霊廟からといきたいとこですが、まずはこの変な人に話しかけてからやっていきましょう。誰もが A ランクにふさわしい、そういうわけではないのだよ、ご存知だろうがね。そして誰もがそのランクに長らく座り続けられるわけでもない。大事なのは日々精進することだよ、親愛なる友よ。そうすれば坊やたちも私のように目もくらむような世界を体験できるようになるのだ。おう、なるほど。 A ランクでいるのはかなり難しいから、ぜひ頑張ってくれたまえ的な感じなのかな。うん、まあ得意なゲームだってね、こうしばらくプレイしてないとすぐ腕がなまっちゃうってのもあるから、そういうことを言いたいのかな。というわけで、さあレイビオ3いきましょう。よし、さあ行くぜマグマン。おお、なんか早い、まあ、多いよ。これ結構やばいかな。周りに骸骨とかないけど、さあ新種は出てくるでしょうか。よこれは、お、なんかでかい、ちょ、おお、なるほど。お、待って、よかった。お、パリーもずっと持続されるわけではないから、よ、よし、お、ほい、お、あ、間に合わないくそー、今の下の方をやりたかったんだけど上の方触っちゃったね。私たちを倒すって幽霊に失礼だぞ、レイだけに。くそー、でも礼を尽くしていきましょう。よし、さあ全身全霊。倒す順番すごく大切だよね。パターンは毎回ランダムか。よっ、わあ、ちょっとまずい、ほっ、お、間に合わない。結構大変だぞ、さすが霊廟3。よっ、届かない、二段ジャンプが欲しい。あー、これ、おお、何それ、すごい、ダッシュで近づいてからパパパーンとできちゃう。おー、あ、今の空振った、やばい、急げ。よかった、結構自分で近づいてこれできる。おお、楽しい。なるほど。わ、これ、下から、下からと言ってるのになかなか判定が大きい。よっ。なるほどね。下から潜り込んで、ああ、そんなわけでもいかないか。さあ、どれぐらい？おっとっと、フィニッシュかな？来たー。さあ、ビクトリー、大魔術師。全部覚えたってことかな？お、ああ、来てくれたのね。また意地悪のお化けに捕まって困っていたのは助かったわ。そして、これが私見つけることができた最後の魔法の必殺技、来た。じゃあ私はもう行かないと、この先も頑張ってね。よし、さあ、精霊チャリスさんからもらった最後の必殺技。よし。さあ、必殺技3は、ジャイアントゴースト。自分の体と魂を同時に操り、最大級のダメージを与える。うん、まあ使ってみればわかるかな。よし、さあそして次はこれか。お、なんか、あ、時計の音か、これ。え、じゃあ何か時計に関係してるのかな。さあ、ベルナー伍長と中兵隊、中兵隊、中隊とかじゃなくてネズミが出てくるの。うん、さあまずは装備チェック。さあチェイサー、まあ最初はチェイサーでいいんじゃないかなと思うんだけど。そしてスプレッドの代わりに新しく入ったチャージ、爆裂ショットという EX が使える。長押しでダメージが増す、連射はできないのでよく狙って撃とう。うん、そして必殺技はジャイアントゴースト。ハートのお守りでいいかな。でもコーヒーも確かめてみたいけど、最初はこっちか。よし、じゃあこれでいきましょう。さあ、ベルナー伍長と中兵隊。
さあどうなるかな。おお、なるほど。さあ缶詰に入って、わあなんか危ない感じ。どうなるこれ。おっと、あ、下がなんか、怖っ。お、パリパリチャンス。あれなんか大丈夫かこれ。おお、わあ、ちょそういうこと。あれを利用して、で何これ、投石機。お、よし。お、お、さあそして武器チェックチェして、おっと危ない。さあ貯めて、まだ貯まる、終わり。ちょ、どこが本体、下か。わあ、ちょっとしたロックマンみたいな感じ。よっ、おお、何これ、ちょっと、後ろから来る。あ、下くぐるパターン。うい、てえ、なんだって前後に、あ、え、あ、横から出てきてる、なんだそのネオンというか王冠かな。かなりあの左右を狭められてるってことか。さあ、我が輩のパンツァーは究極の兵器だ、お前たちに勝ち目はない。なんか結構真面目な言葉使ってるけど、どこかにジョークは入ってるかな。うん、よし、じゃあもう一回頑張っていきましょう。お、使っちゃおうか、 EX ショット。おー、すごい、ゴースト来た。え、ちょっと、え、なに、え、ゴースト、それで行くの、どういうこと。あー、ちょっと狭められてきた。さあこれは、あ、え、ここ乗れるんだ、うっそ、最初に行ってそういうこと。あー、ちょっと、ちょ降りる。次動くの分かるけど、これやばくない。え、ちょっと、え、嘘でしょ。おお、あ、今どこに逃げばよかったんだ、これ危ない。あー、違う、考えよう。まず炎が出てくるから同じ高さにはいられなくて、同じ高さにいるときに左右からあのギザギザしたやつが前に出てくるとダメージ受けちゃうと。分かってても難しくないこれまだ第2ラウンドだし結構大変だよ。まあでもそういうものだと分かって頑張っていきましょう。よし、結構ここは、まあ、チャージショットでいっちゃいいのかな。届かない。よっ、よし、 EX ショット。あ、なんだって、近場だけ。よっ、おっ、ほい。さあ逃げて、あ、チャージがなんかダッシュ使うとチャージが切れる。よし、ここはまだ EX ショットは使わないで、これは危ない、これはどうする、上に乗っちゃおう、これはまずい。あー、どうしよう、ど、あ、向こう側に行けばいいのか、なるほど、こうね、すごいな、どこにでも行って、ってしまった、今のは高さを合わせなかった。これどうなの、これ自分無敵なの、無敵じゃないの。よっ、これはここでいい、よし、怖えー、うわー、わあ、マジかよ中兵隊、なんか来ると思った、今のはちょっと空気読めなかったか。あーっと、危ない、なーに、お、お、ください、割れる。ちょっとそれ触ったらダメなやつ。いやー、上からしまった、弾ばっかり気になったけど、フシャシャー、ミャ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 とか完全に猫やんけこれ、普通の猫が相手って。この猫のデカさはどうなの、俺たちカップヘッドはなんかすごく小さいっていう設定なの。あの、しかも中兵隊長殿が幽霊になって襲ってくるんだけど、しかも2体意外と食べられてるな。うん、オッケー、まずはあの第二形態をなんとかダメージを抑えていってみたいな感じかな。あの必殺技、あれがどう使えばいいんだろう。とりあえず同じ高さのところに当てればいいのかな。うん、まあでもなんか上に気をつけとけば猫もなんとかなるかなって感じか。よし、じゃあ頑張っていきましょう。よし、さあまずは使っちゃう、で降りる。
いいよ。そっかそっか、こうやって動かすのか。お、めっちゃ効いてるっぽいよ。あーっと、下がるの早かった、今のは。よし、いいよ。ちょっとこういう時はこうか。いいよ。おっ、あーでもなんかチャージが切れちゃう。あーこれまずいやつ。あ、よかった、上の方に行ければと思ったけど。わお、よし。さあ上から降ってくるぞ、気をつけろ。さあ檻のような口、気になるね。嘘、ちょうどバウンドするとこが地面だったから当たらなかった。あ、ちょっと待て、そういう、いやー、しまったー。今のはあの弾がさ、俺今までてっきりあのネズミ同士でキャッチボールするやつかなと思ってたんだよ。地面にバウンドした瞬間にこう横に分かれていくと思わなかったから。そういうことか、なるほど。でも頑張ればなんとかなりそうな気がする。てか必殺技使えばなんとかなったか。まあいいでしょう。おっと、いいよ、ダッシュを使わずともちゃんといける。さあどこが動いてくるか。今のはちょっと逃げ場が分からなかった。ちょっと分からんぞ。しゃがめよかったか。よし、とりあえず高さだけは変えて。さあなんとかギリギリ。あ、しまった、第二形態で使うの忘れてたな。よし、よっ、 OK。 さあここで必殺技、よし。ちゃんとこれ当たってる？操作するの結構難しい。あ、倒せるのか、マジか。いて、結構なんか来る。よっ、まあ2体目、急げ。 OK、 勝った、なんとかご利用し。あ、そういうこと、へえ。さあというわけで、まさか中がいたと、食べられたかと思ったけど、中で操縦してる、すごい。あ、必殺技もうちょっと使っていけばよかったか。オッケー、まあぶっちゃけこれってほらパーフェクト以外はそんなに意味ないんじゃないかなと思うんで、いいでしょう。よし、いや第二形態結構大変だったな。よし、さあベルナー5丁の魂ゲット。オッケー、さてと、じゃあこっちを回っていきましょう。お、さあラン&ガンの前に、あーもうボルフガングというやつは音が多ければいいと思ってやたらと楽器を使うんだ。少ないは豊かの真の意味を分かろうともしない。お前たちなら私の正しさが分かるだろう。あの音痴を説得してやってくれ。あいつは私の言うことを聞こうともしないんだ。おう、ボルフガング。うん、さあそのボルフガングという人はジャンクヤード。でもその前にまずはラン&ガンかな。さあデコボコ山脈、ここに山脈、あ、目の前のここなのかな。 OK、 じゃあやっていきましょう。待って、チェイサーでいっか。うん、 OK。 さあよく考えないでいっちゃう。お、さあこれはチェイサーが役に立つ。おーっと、そういうやつ。うん、さあ左側に何かありそう。何もないっていう。お、復活してくるだと、気をつけましょう。よ、さあこの天秤は、おーっとっと動いてくるけど、ちょっとまずいぞ、まずいぞ。あれあれ、なんで切り替わっちゃった。あ、今あれだ、あのスティックっていうかコントローラーが振動したからブルブルっと振る。ちょっと待って、これ結構厳しい。ちょっと、おーお、たた、おー、難しい。さあため技でさっさとやっつけちゃおう。チェイサーの攻撃、嘘嘘でしょ。よっ、すげー。お、さあブーメラン投げられる前に、結構硬い。よし、てかまだコインなくない？これ倒せるのか？聞いてないっぽい。聞いてないか、無敵の敵。よっ、おっ、いいね。あれ、よっ、あ、
このダッシュで勝手に使っちゃうのがなかなか辛い。お、違うのかよ、びっくりした警戒してよかったけど、普通の弱いショットってどうなの。ドン。ちょっと待って、これ必殺技。いてちょっとこの必殺技は何かここでは使えないタイプかな、これ。お前には断崖絶壁も頂上も越えられやしない。今すぐ諦めるんだな。わあ、あのちっこいドラゴン、あれか、あのマッチスティックさんの親戚か何か。これどうなんだろう。でも結構あのチャージは悪くないんだけどみたいな。必殺技がちょっとこれあの使っちゃったら使っちゃったでちょっと面倒くさいやつだから変えておきましょうか。よし、じゃあ必殺技を変えていきましょう。チェイサーをこのままでいっかな。さあ無敵。そしてお守りもハートでいっかな。クリア重視でいきましょう。うん、 OK。 この爆裂ショットっていうのがどれぐらい範囲があるかわからないけど、これもうまく使っていきたいかな。よし、じゃあ再挑戦。よし、さあまずは溜めてドーン。お、さあこれ戻っていくから注意して。おっとっと、ほい、いいよ、先手必勝。下のあの部分気になるけど、足場の一種か。およっ、ほい、おっとっとっと、風がなくなったから面白い。ああと天秤が下まで下がることはないと。オッケー。おっと、さあ気をつけていきましょう。よっ、さあここから。おっと、おっ、なん、おっと危ない。何回かに1回必ずみたいな感じなのかな。よっ、あ、しまった、踏めると思って普通にちょっとさあこれは EX ショット、やったか、聞いたのか今のは。よし、おっと、さあよくわかんないけど打っちゃった。わあ、なんかおお怖いぞ。何これ、おい、よっ、あ、なんだ、すごいチャージ強い。あの上から降ってくるやつよ。あ、コインおじさん、あそこにあるよっていう、そういう取れてないっていう。あ、取れた、よかった。ちょ、弱いけどたくさん出てきて困る。あ、チャーリス、わあ、よっ、おっ、おっと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 、なんだお前、画面界から来る普通。よし、大変だなこれ。チェイサーでなんとか。おっと、まあチェイサー、こんなもんか。どうする、超見えないんだけど。よし、オッケー、あと1ポイントしかない。大丈夫かこれ。なんかいるでしょ、なんかやってくるじゃん、怖っ。これ崩れるやつでしょ、これ崩れないっていう。あー、うっそ、これはロックマン。トゥルットゥルー、私はこの地の守り人。うん、分かったけど、これはなんだ、振り向いてチャージを打つかチェイサーでなんとかする的な感じか。うん、まあいいでしょう、まだ道半ばだよこれ。おっ、あー、ちょ、おー、コイン、あんなとこあったんだ。うわー、きつかなかった、取ってたのかな。よっ、もう一発。よし、さあからの、これ途中でコインが出てくるやつ、あと火の玉も一緒に出てくる、そういうこと。ここの跡がかなりきつい。チェイサー、いや、それに照準を合わせられる、そういうこと。チェイサーで逃げながらなんていう、そういうプレイヤーに対するお仕置き。結構逃げてるだけでまずいんだけど、さあコインはゲットできた、よかったけど、くらえ、コイン届かなかったか、くそ、落ち着け、
よし、届かないのかよ今の俺いけるかなと思ったんだけどこのゲーム結構踏み切り厳しくない？なんかどのぐらいまで行くと足場がなくなるのか分かんないけど、結構きつい今のは。でももうちょっと頑張ればいける。頑張ろう。さあ今度は HP が4つある。これでなんとか。あーうっそ、本当に届きそうで届かないな。結構引きつけて飛んだ方がいいってことかな。あっと今のはちょっとなんか結構ランダムなのかな。いや同じか。でコインがあって引きつけて、全然無敵とか使うチャンスがないんだけど、よし、やっぱりランダムか。ちょっと届かない可能性があったような。よっ、お無敵。おお、なんか無敵使ってよかったみたいなおさあ金庫いっぱい、たくさんコインがゲットできたってことか。さあ結果は結構大変だったな。足場が届きそうで届かないっていうパターン結構あったから、まあ結果的にコインが手に入ったからいいでしょう。よし、お、じゃあついでに買い物に行っちゃおうかな。リスト。さあ現在は3体やっつけてラン&ガンを2個こなしてるから残り4体。ってことは3体ぐらいずつやってった方がちょうどいいかな。あと1体ぐらい。さあとりあえず入りましょう。よし、じゃあシャープなパリアタック、これちょっと使ってみたいかな。お、さあツインハート、最大 HP が2つ増える代わりに攻撃力が下がる。おお、じゃあ結構良くない？どれぐらい下がるかわからないけど、攻撃力が半分ぐらいになったらちょっと使えないかなって感じもするけど、どうなんでしょう。まあいいか。はい、よし。そういえばコーヒーとか全然使ってなかったな。あれ？あ、向こうの方がいいかな。いや、あえてここは奥からとか、奥の方が難しいとかそういうのある？どうなんでしょう。さあ一旦戻って、じゃあ待って待てよ、名前聞いてちょっと雰囲気を掴んでいきましょう。さあそこに人がいるけど、まあそれを置いといて、さあ博士のロボットと踊る廃品工場。待て、博士じゃなくて博士のロボットが債務者なの博士のなんかお財布からちょろまかしてなんか負けが込んだみたいな、そんな話なのかな。さあじゃあこれはおそらくね、ロボットの中身みたいのが出てくると思うので、その辺はどうしよう。やっぱりチェイサーはやっぱりなんだかんだ言ってどこでも使えるから、チャージも悪くないよね。チャージかブーメラン、どっちもなかなかいい感じだけど、どうしよっかな。じゃあ今回はチャージで。いいね。こう相手を自動的に狙ってくれるチェイサーと自分で狙って大ダメージの、これ結構相性はいいと思うんだけど。で必殺技、これはまあ無敵でいいでしょう。でお守り、お守りは今回はシャープナー、これちょっと見てみたい。最初のパリーってどういう意味だろう、これがよくわかんない。さっきのラン&ガンのところでちょっとわかるかな。 Here go. さあお、これがシャープ、これ叩けるかな。よっ、あ、ダメ。やっぱりピンクのやつだ。あ、本体ならいけるのかな。とりあえずじゃあ避けて、なるほど、1回目だけこの斧みたいなやつを、おーびっちょ、なるほど1回目だけ、なるほどね、分かった。だからでも一発でやっつけられないから、これ連続でポコポーっとできたらよかったんだけど、ダメだよね。何回も踏んで大ダメージなんてことができれば結構使えるかなと思ったんだけど、まあいいか。じゃあマップに戻りましょう。よし、
さあシャープナーなかなかこう使いどころ難しい感じはするかな。ラン&ガンとかだと結構いけそうな気もするけど、うん、まあいいでしょう。じゃあコーヒー使ってみようか。うん、よし、じゃあ行きましょう。さあ博士のロボットと踊る廃品工場。お、あれ博士じゃん。やっぱり博士、お、シューティングステージなんだ。あー、ちょっとびっくりした。これはこれパリーしなきゃダメなんです。避けられるのこれ。よっ、あ、ダメじゃん。壊すかパリーしないといけないみたいな感じか。すごい普通になんか、おえー、消えるわけではない。どこに当たるのこれ。お、そこにダメージ入ってる。ゆうゆう怖い。これ明らかに待って待って。おっ、いててててでーい。どこに当たるんだよしかも後ろからなんか出てきた。えー、あー、ちょっと任務完了、ターゲットを破壊しました。いや、お前博士が喋ってるでしょこれ。てか博士でかいな。つうかやべえな、普通に難しいなこれ。これだったらハート増やした方が絶対良くない？それともコーヒーちゃんとこれ使えてる？どうなの？まあやるしかないよね。さあおそらくね、おっと、あのすごく、あっとっと、胸あたりとかそれぞれあるんだ。これ当たる？これ当たる？今のうち調べる。あー、これ調べなくても多分当たるな。あー、はっ、あれが止められる。なるほど、こんな感じ。なんか出てきた。あと上の部分。ちょっ、なにうわ、やめてそういうの。さあこれ素早くなって逃げる。よし、怖っ。おっと、これはなんとかギリギリ避けたい。ちょっと判定でかくない？よし、さあなんとかやり過ごした。俺は早めにスーパー使う。なんかあからさまにそこだけど、あ、一応爆発当たったっぽい。ちょっと、これコーヒーの役割出てる？これ全然増えなくない？それとも地道に増えてる？これは分からんけど、第2ラウンド始まってから第3ラウンド短くない？まあいいかうん、最初にまず上の方を破壊できないとダメか。でもあそこはちょっとスーパーミサイルじゃないとやりづらいところもあるし、これ真面目に難しいやつだ。よし、さあスーパーミサイルでアンテナを破壊したい。うまくいったか？わーっと後ろから来る。これはきついんだよね結構。さあどうする？あれ破壊しても痛いしな。うう、ちょっとそういう面白いけどさ、これどうすんの？うまく当てられるか。攻撃チャンス少な。よっ、嘘、なんだよドクター・ワイリーか、おめえは。なに、パリーできるやつが中に反…うえぇ、ちょ、これ、いやー避けられない俺こういうのわしにはお前たちの逃げ道を予測する完璧な方程式があるのだ。あー、なるほどな。これ厳しくない？この弾幕みたいなところを避けながら、こう閉じていくシャッターを避けなきゃいけない。これ普通に難しいでもやるしかないか。これあの爆発に巻き込めないものかな。おー、よし、さあここから。あははは、じゃないよこれ。まずい、俺は見えない。クソ、ちょっとなんか新しいの出した。これちょこれパリーできるやつわからんよ。あーかん、これ早く、あー、くそ難しい、これ。これはやばい。 OK よっ、
いいよ、うまくいった。ここから、え、EX ショット。うわぁ、ちょっと、パリ。で、EX ショット。パリ、おぉ、間に合わない。粘れ、俺粘れ。いいぞ。あくっそ、見づらい。助けて。ちょっとずつなんか場所動いてる感じがあるのが。いいぞ。ガンガン EX ショット打ってく。これ効いてるのか。よっ、打つよ、どんどん打つよ。なかなか硬くない。ノカウ、生きた。よく分ない。これダメージ受けるけど、チェック。あ、痛い、痛いけど減らないっぽい。いやー、今回のなんかやられ後も結構肉肉しい。ザ・リザルト。結果は、お、2分ぴったり。こうやってみるとようやくクリアできた割にはまあまあな感じだけど、めっちゃ大変だった。コーヒーとか全く役に立ってないから、これだったら忍者ダッシュとかに捨てればよかったんじゃないのと思うけど、まあしょうがないか。よし、お、なるほど。さあ、カール博士のロボット、いやもう大体カール博士じゃないっすかと思うんだけど、うん、もしかしたらあの人もロボットかもしれないしね。よし、さあというわけで、うん、まあ、今回ちょっと反省すべきだったところは、コーヒーとか役に立たないなと思ったらすぐ装備を変えた方がいいってことだね。ついこのローディング画面とかあるからリトライしたくなっちゃうんだけど、しっかり装備を整えるといいでしょう多分。さあというわけで、お、で、ルードビフィのやつは少ないは豊かなんてことをお前の頭に注ぎ込んだってわけだな。わ、注がれてた。あのバカと喋ってるぞ。何もかもがあべこべな気がしてくるぞ。俺は忠告してやったからな。うん、なるほど。ルートビヒとか、あとゴルフガングとか、なんかちょっと某有名な音楽家たちの話を思い出すけど、うん、なるほどね。お、さあこれもそうか。うん、なるほど。お、降りられそうで降りる。あ、あれも、へえ。うん、さあ残りは3体。あれ、あ、なんか結構上の方に残ってるけど、どこにいたかな。ここに1人、あそこに1人。え、じゃああと1つはどこだ。潮ひげ船長の近くにあるとか。あ、そっかそっか、まだ先があるのか。そっか、ついなんかこの辺りで終わりかなってイメージあったけど、この先に何か残ってるんだ。あー、確かにちょっと見えるね。うん、 OK。さあというわけで、じゃあ今回はこんな感じで一旦区切っておこうかな。いやー、結構厳しいボス増えてきたけど、なんだかんだ言ってすごくなんかこう、え、そんなのありみたいな、そういう技とかいろんな行動があって、あとアニメもねすごいびっくりするから、やっぱりこのゲームすごい面白い。さあというわけで、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。